先生、なんかこの子ずっと外にいたみたいで、なんか体冷たいんですよ。大丈夫かな。あ、冷たいですか。じゃあちょっと体温測ってみましょう。はい、ちょっと測ってください。もうもしかしたらなんか20度台とか出るかもしれないから。20度、それは大変だ。つけるのも本当になんかすごい暴れちゃうんですよ。あ、ですか。じゃあ、アル君頑張れるかな、はい、ちょっと私、押さえておきますんで。あ、噛んでる噛んでる噛んでる、やばい。言い巻き噛んでる。あ、すごい。大丈夫。じゃあ血液検査するよ。やだね、やだよね。頑張れ頑張れ。先生、はい、わ、あったかいです。左手がすごい、すごい、あったかい、あったかい。ずっと外にいたみたいで、なんか体冷たいんですよ。大丈夫かな。あ、冷たいですか。じゃあちょっと体温測ってみましょう。はい、ちょっと測ってください。もうもしかしたらなんか20度台とか出るかもしれないから。20度、それは大変だ。大丈夫かな。なんか冷たいよね、すごいね。外にいたもんね。猫ちゃんの体温はお尻で測ります。お尻で測るの。え、私なら耐えられないよ。え、やだね、やだね。はい、頑張れ頑張れ。よしよしよし。大体の猫ちゃんは注射よりも何よりも一番嫌です。え、お尻が嫌なの。え、パパと一緒だね。どうするどうする。はい、39度0分ですね。39度0分。はい。え、それ倒れません。大丈夫なんですか。あ、実はね、これ猫ちゃんの平熱なんです。え、37度5分ぐらいから39度4分ぐらいまでが平熱です。まあ人間だったらもう大変ですよね。おい、じゃあ45度ぐらいまで行きます。それは病気っていうか、もう多分死んじゃいますね。はい、まあ猫の平熱をね、まあ人間でね、やっぱ比べるとちょっと高いんで、まあそれを知らない人も結構やっぱいますよね。そうっすね。猫ちゃんの温度8度5分ですって言ったら、え、大丈夫なんですか。人だったらもうね、あの速攻インフルなのかコロナなのか、ね、検査しましょうってレベルですよね。なんでね、まあでも、またその性病と、まあ子猫でまたちょっと違うじゃないですか。まあ、子猫の方がちょっと高め。うん、でもやばい時は低くなりやすくないですか。確かに。あ、子猫の方がやばい時は低体温でね、低血糖でみたいなところもありますけど。まあ猫ちゃんあったかいんで、多分あのお膝の上とかいるとあったかいんだろうなっていう、もうその差なんだろうなって僕は思う。うん、あったかいんだよね。抱っこしてるともう眠くなりますからね。めちゃくちゃ。まだ撮影中ですからね。なんでまあ耳とか、あと、まあ、口とかそのあたりで、まあ普段ある程度触りつつ高いか低いかっていうのは、まあ、認識してもらうといいかもしれないです。あ、いいですね。普段からのお耳触ったりお口中触って平常の体温、大根くらいかって分かるという。で、なんか元気ないなって時触って、冷たい、病院行った方がいい、暑い、病院行った方がいい。先生、今日は凶暴猫連れてきました。あ、凶暴猫ちゃんなんですか。こんな顔して実はめちゃくちゃ噛むんですよ。とっても痩せそうな顔してますかね。はい、なんでこれ、あの、あるじゃないですか、あのなんかエリマキトカゲみたいな。あ、エリザベスカラー。はい、なんでそれをちょっとつけた方がいいかもしれないです。ありがとうございます。しっかりつけさせていただきます。はい、はい、この子ね、つけるのも本当になんかすごい暴れちゃうんですよ。あ、ですか。じゃあアル君頑張れるかな。はい、ちょっと私、あの、押さえておきますんで。カニカニしちゃう。あ、噛んでる噛んでる噛んでる、やばい。今き噛んでる。あ、すごい。大丈夫、ね、大丈夫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 ね。あ、大丈夫、つけられます先生。あ、家だと全然つかないのに。カラーつけられない猫。あー、まあいます、結構いますか。結構やっぱりもうそのね、出せないぐらいのまあレベルの子だったり、あとはかなり攻撃的な子は、あ、まあカラーをやっぱつけるタイミングですごい噛まれちゃうとか、まあ、っていうことが結構、まあ、多い。うちも鎮静かけちゃいますね。あ、その段階で、はい、カラーをつけられなかったらもう鎮静かけてやりましょうっていうふうに言ってます。健康診断でも結構そうしてます。ああ、だからまあ
まあ、その方がねやっぱ、まあ、猫ちゃんのためでもあるし、そう、まあね、スムーズに検査を終えるためのねことでもあるからね。そう、本当は猫も鎮静かけてほしいと思ってるかもしれない。あーね、いやーきついっすよね。え、胃カメラとかやったことあります？あ、自分の、はい、やったことある。あれきつくないですか？無鎮静で行った僕も無鎮静で行ったんですけど、いやでもめちゃくちゃやっぱきつかったね。正直鎮静かけても全然いいなって思ったね。やっぱね、猫にとってもだってカラーつけれないとか攻撃しまくるってやばいっすよ。人の基準があって、人だともうマックスなんですよ、それって攻撃的に、ね、速攻鎮静ですよってレベルが。確かに確かに。だからその方がいいらしいですよ、うん、猫にとっては、うん、ピピピ遊んでんとかだからね、もう暴れるときはまあ鎮静をかけると。そうですね、カラーつけれないんだったら、ね、僕はその方が健康な猫だったら間違いない、いいのかなと思います。先生、じゃあ今日検査ですよね？はい、検査です。いやー、いけるかな。なんかこの子検査中に粗相しちゃうみたいなんですよ。あ、おしっこ出ちゃうんですか？はい、なんで私押さえてもいいですか？あ、わかりました。じゃあ頑張りましょう。はい、押したな。はい、じゃあちょっとゴロンしてもらって、ゴロンしてもらって、ちょっとこれ足ギュッてしてもらっていいですか？よっしゃー。はい、じゃあ血液検査するよ。やだね、やだよね。頑張れ頑張れ頑張れ。先生、はい、わ、 あったかいです、左手が。ちょっとすごい、ちょっとすごい、あったかい、ちょっとあったかい、ちょっと、いや、ごめんなさい、頑張った。すごい漏らしてる頑張ったね。ごめんなさい先生。あ、全然いいですよ、気にしないでください。検査中お漏らしする子いますよ。いや、いるね。でもしょうがないんで、別に何も起こったりしないですよ、うん、まあ、ただあったかいちょっと洗わなきゃ、替えあったっけな、遠い目では思うんですね。特にやっぱ猫ちゃんのおしっこはめちゃくちゃ匂いが残るそう、もう着替えないと、もうほんと絶対ね、匂いがバレるというか。あ、でもたまにラッキーがあって、僕それでもう尿検査しちゃったりします。ああ、ラッキーラッキー、マシマシ、あーちょっと看護師さん、確かに確かに確かに、そうみたいなね。メリットもあったりするんで、飼い主さんが考えてるほど別に何とも思ってないです。うん、なんか猫は怒った時にしがちで、うん、でワンちゃんはね、なんかしれっとするみたいな、あー、そうそうそう、っていう印象があるかな。猫ちゃんガチビビりでもガチ興奮でピュッとおしっこしちゃう。そうですね、うん、ワンちゃんはなんだかよくわかんないけど、台乗っけた瞬間ウレション、うん、ね、ウレションするね。猫はウレションないね。ないですね、聞いたことない。うん、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。